はい、こんにちは。ザ・ゲームガールチャンネル春99です。今日ねご紹介したいアイテムはこちら、おかずブランドさんのですね、ひもでんのぶんぶんさんエディションですね。おかずブランドさんのね、ひもでんはですね、ずいぶん前の2009年ですね、まあ同時の、ね、インディー版の方で出ておったんですけども、まあ長らくですね、まあ国内の方では入手が難しくなっていたのが、先日ですね、ぶんぶんさんの方から国内流通品として、こちらの方が登場してきました。まあ海外の方ではね、いくつか全く違うデザインと全員の出ておるんですけども、国内流通をとんどしていませんでしたので、ひもでんを探しになっている方はね、いいんじゃないかなと思いますけども、今日はこちら、おかずブランドさんのひもでんぶんぶんさんエディションをご紹介したいと思います。はい、こちらですね、ひもでんですね。まあいわゆるですね、もう最もこの絵がね、もうそのゲームの中身を表していると思いますけども、まあ、電車を紐で表しているんですね。で、それと要所要所ですね、この紐をうまーく繋いでいくことによって結んでいきましょう。まあそんなゲームになっておるんですね。まあ早速ね、もう見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、中の方を出していこうと思います。はい、というわけでですね、若干画角の方をですね、上げてですね、ご紹介したいと思うんですけど、まあ紐伝っていうだけあって、こう紐がいっぱいあるんですけども、まずこれがですね、フィールド紐っていうような紐で、まあこれ自分でね、輪っかん作ってるんですけども、ちょっと今すごいでっかいので、適当な空間作りましたけど、要はこの中でね、線路を引いていくんですね。この水晶はね、4人だったら真四角にしてください。このとこね、いろいろ4分の1のところとかね、自分で最初マーキングするんですけどもあるので、まあこの距離が均等になるように、本当はね、四角形にして、最初やるのが水晶です。まあぐちゃぐちゃとなっててもいいんですけどね。まあ、こういうのがまずあります。で、この中に、これね、まあこれ川だと思ってください。これ川の紐があって、これがね、山の紐ですね。こういう山岳紐があったりすると。まあ、こんな形なんですね。で、各プレイヤーのとこはどうなってるかっていうと、こういう本拠地タイルっていうのをそれぞれ持っていて、ここの、さっきのマーカーがついたところに、だいたいこれ4分の1距離なんですね。まあ、こんな風に大体置かれてると。5人の時は5人用のマーカーつけないとダメなんですけども、こんな風に置かれてると。まあ、こういうセットアップなんですね。なんかそれっぽいですよ。こう地形があって、川があって、山があるんだなっていうのがあって、まあ、県境と思ってくださいよ。いうところにそれぞれの本拠地の駅があると。こういうことなんですね。で、手番が来たらどうするかっていうと、こういう山でね、大量にいろんな駅が書かれているタイルがあって、ここのところには、入ったら何点もらえますよとかね、この駅に入れるのは2人までですよとか、もう入る制限とかね、まあそういう特殊効果が書いてあったりするタイルがいっぱいあるんですけども、手番が来たらこれを山札から1個引くと。引いて終わったら、どっかに置くと。置いて終わったら線路引くんですね。線路が例えばこの黄色のプレイヤーだったら黄色い紐を最初5本くれているので、つまり5手番あるってことなんですね。こういう風に線路を引くと。ね。これで線路を引いて終われて、ここまで入れたので2人まで入れて、入れたら2点くれるって言ってるから2ポイントもらえると。こういうことなんですね。で、次のプレイヤーになったら、また次のプレイヤーが引いて、これ1社しか入れないと。じゃあ、ここいいじゃないですかって言って、ここに置いて、赤色のプレイヤーが紐を、よいしょ、こうですよ。もうやややってこうね、こう来てる。すると、本社からローカルに来て、郊外まで来るので、ここで3点だと。こんな感じのゲームなんですね。で、どうしようもないとき、もちろんあります。例えば、こうなってきたときに、この緑のプレイヤーってどうしようもないときは、こんな風になるしかないんですけども、水の上を通ると減点とか。もちろんこの山の上通れるんですよ。通れるんだけど減点。まあね、戦力でね、ごそ変わりますからね。っていうのがあって、本来もらえるのから減点と。ちなみにこれ本当は入れません。ここ2社しか入れないので、ここダメなんですね。単に線路が伸びてると。こういう風な感じになってくるんですね。で、もちろん細かい制限がありまして、このね、線路の端と端は絶対駅の上で、さっきみたいにこんなところで止まっちゃいかんとかね、まあそれこそ外で出ちゃいかんとか、まあいろんな制限があったり、他人のところを乗り越える制限があったりっていろんなことがあるので、もう考えたらわかりますけど、これ画角の関係狭くなってますけど、この人めっちゃ不利ですよね、こんなとこね。まあ引くんですよね、当然ね。まあ引いて、ここのとこ置くんですけど、置いたらじゃあここに行くのかってなると、まあしょうがない。じゃあもうこう引いとくわ、みたいなね。こっち来んな、みたいなね。こう引いとこうかな、もう。なるべく入れないように。こう膨らんでね、こっち来んなよ、みたいな。まあ、こんなとこ狙ってくるわけですけど、まあ、こういう風に引いといて、じゃあ減点はあるけど、これの点数の3点もらうとか、こんな風になって、まあ、こんな風にごちゃごちゃごちゃーってなってくるんですね。つまり、
基本はもう手番で1個引いたらどっか1個置いて、置いたとこに対してでもいいし、違う既存のとこでもいいから、自分が今少なくとも繋がってる駅か、スタート地点の駅から線路を伸ばしていくと。で、繋がった形によってポイントが入るし、もちろん、ここの、さっき言った山ね、だんだん山からもう壊れてきてますけど、見えなくなっちゃいますけど、山とか川とかの絡みによって減点があるし、それぞれの駅舎のところはみんな入れる。一人まで、三人まで、引いたらもう一枚タイル引いていいなんていう特殊なタイルももちろんたくさんあるので、それによって変える。今はね、これね、実はもっとずっと広いやつをギューっとちっちゃくこのテーブルに置けるように置いてるんで、めちゃめちゃ小さいですけど、実際は結構広いですからね、この紐もね、結構長いので、これね、やってるとね、やって引っ張ってね、よし、これでちょうどいいぞとかね、ピンピンに引っ張ったり、ほにゃほにゃほにゃっと打ったりね、いろんなことをしたくなるテクニックが出てくるゲームなんですけども、いろんな線路引きゲームのね、電車のゲームはありますけども、立体的にこう線路、本当に引いていって、それぞれのポイントを何点取ると。これなかなかね、よくできてるんですよね。非常に面白い。ただし、まあね、当たり前ですけど、若干当たったりなんかしたらぐちゃぐちゃになってしまうので、そこんとこは気をつけないといけないゲームですけども、こういう線路引きゲームとか電車ゲーム難しいっていうかね、先入観多いと思うんですが、何度も言いますけど、手番が来たら1個タイルを引いて、どっか置く。この時に駅を踏まないようにしておかなくちゃいけない。その後線路の紐を1本もらってきて、繋げると。で、それによって点数が入るっていうのをね、やっていって、5本ね、引けますんで、それによってポイントをもらえると。こういうゲームで非常にシンプルで、わかりやすい。いろんなね、プレイヤーの方が楽しんでいただける鉄道ゲームがこの、ひもねんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、というわけでですね、ひもねんをご紹介いたしました。まあね、細かいね、実際のところはですね、各ハプキの、ね、タイルのところに特殊効果があったりね、例えば占有タイルがあったりとかですね、占有してる時に後から誰か開けると点数が減点になったりとか、まあ細かいルールは結構あるので、そちらの方はマニュアルの方をご参照いただきたいわけですが、基本のところは手番になったらもうタイルを引く、引いて終わったらどっかに配置する、配置して終わったら一本線路をどうにかしてうまく引くっていうのを繰り返すことによって点数が入ってくると。これがね、5手番で終わりますからね。で、これをやっていってポイントが多いとは勝ちっていうね、非常にわかりやすい。しかも、ご覧いただいたようにもうめちゃめちゃもう視覚的に飛び込んでくるんですね。線路がまあ伸びていくわけでみんな邪魔なんですよ。引くかそこになんていうところね、線路を引いていくっていうのは非常に面白いゲームじゃないかなと思います。私はインディー版の時にねかなりプレイしたんですけども、私の周りのお友達なんかの方もですね、なかなかひもでん好きだけど入手ができないなっていうことで、ここ数年海外版をですね、まあひもでんの方に手を出されてですね、入手されてですね、楽しんでいらっしゃるって方何人も知っていたんですが、やっぱり国内の方でですね、まあ入手しやすくなったっていうのは非常に素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますし、国内のねブンブンさん衣装をねこの箱裏にも書いてますね。ブンブンさん専用のですねプロモタイルなんていうのもここでねオリジナルで入ってるっていうことになっていらっしゃるようなので、こちらのですね国内版でね再流通し始めてるひもねんのブンブンさん衣装をですね、まあこれね気になってらっしゃった方はね今手に取ってみてもよろしいんじゃないかなと思います。私もねおかずブランドですね、長いこと一緒にやらせてもらってますけどね、非常にこれはねその中でもエポック的な作品の一つじゃないかなとね、やっぱりねおかずブランドさんといえばですね電車ですからね、なかなかいいゲームなんじゃないかな、本当にね他にね類似品がありませんからね、面白いというふうに思います。はい、というわけで今回ですねひもでんをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャラリーチャンネルのある99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャラリーチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。